さん、こんにちは。私はポニパーガンレンです。私はサブリケサ君です。今日はソンクラの古い町について話します。まず最初に生き方について話したいと思います。マコゴからソンクラまで生き方が見せてあります。一つ目は飛行機です。早いですが高いです。1時間30分かかります。値段は500から1200バスです。2つ目は電車です。15時間かかります。値段は300から900バスです。3つ目は長距離バスです。13時間かかります。値段は600から900バスです。ソンクラの古い町は通りが3つあります。ナコンの通り、ナコン内通り、ランナー通りです。セブは昔のソンクラ県を伝えるストリートアートがあります。観光客に人気です。ソンクラの古い町では駐車場が少ないですから、歩いて行った方がいいです。ストリートアートはだいたい南岸通りにあります。ゆっくりで写真を撮りたかったら、あちちに行ってください。その他、ここは有名な飲食店とか、美味しい食べ物とかあります。私たちはおすすめの店を紹介します。一つ目の店はリンド上海カフェです。食べ物もデザートもあります。特徴はすごく雰囲気で、店の中にストリートアートがあります。値段は50バスから300バスです。営業時間は午前9時から午後10時までです。火曜日休みの日です。2つ目の店は学生が一番多い店です。ここはアイティムオンという店です。値段が安くて食べ物が美味しいです。特徴はアイスクリームです。ここでアイスクリームを入れるものは亀で、トッピングがたくさんあります。その他ルクシンパートという食べ物があります。一つ三バスです。営業時間は午前11時から午後7時まで。値段は20バスから40バスです。最後にブルースマイカフェです。ブルースマイカフェは外人が多いので人気があります。このカフェは3層があります。1階はカウンターバーがあります。食べ物が注文できます。1階はエアコンをつける部屋、食事のためです。3階は屋上です。夜は綺麗な景色です。それに日の入りが見えます。このカフェは食べ物もデザートもあります。値段は50バスから300バスです。営業時間は午前10時から午後10時までです。水曜日休みの日です。これで発表を終わります。ありがとうございました。